私はなぎちゃんのお母さんが公園のダメ出しを言ってきた時はお母さんの首元をグッと押して黙らせていたという話が世界一大好きな反抗期エピソードです。他の皆さんは反抗期について変わったエピソードってありますか？よかったら教えてください、公園公園って何？劇場公園です。劇場公園のダメ出ししてきたんお母さんが劇場公演のダメ出しをしてきた時にムカついて車の後部座席から喉をグッて怖ー後ろから喉をグッて言ってほんで喋られん。運転してんのお母さん？お母さん助手席乗って